フィギュアスケートのアイスショー、プリンス・アイス・ワールド東京公演が19日、東京都西東京市の大道アリーナで開幕し、現役を引退した2016年世界ジュニア女王の本田誠凛さん、22がプロスケーターとして初演技を披露した。今季フリーのディズニー映画、リトル・マーメイドを演じ、イナ・バウアーやビールマン・スピンなど華やかな滑りで魅了した。プロとしての第一歩を刻み、小さい時に、 試合はアイスショーに出たくて頑張っていると思っていたぐらい、お客さんに楽しんでもらえるように滑るのが好き。スケートでいろんな表現をできるように頑張りたいと意気込んだ。交際中の世界王者、宇野昌磨やバンクーバー五輪銅メダリストの高橋大輔さんらも出演。21日まで行われる。